ぶりに不動産の物件紹介ということで、これは三井さんのね、戸建てっていうファインコート藤沢本鵠沼って言ってね、まあセレブな町ですよね。でですね、戸建てなんですね。これが全体の湘南の図で、これが本鵠沼の駅で、そこからちょっとこう11分ぐらいのところにあるんですかね。でね、これ物件の概要はね、大体これを見ればわかるんですよね。で、ね、ほら、小田急江ノ島線の本鵠沼駅11分。で、三井不動産レジデンシャル分譲ということでね、これなかなかいいね。17個あるわけでしょ。で、入居が8月ですから。でね、確か金額はそこそこ安いんですよね。で、ほら、販売が6月上旬でしょ。これからってこと。値段がね、ほら、4900万から5900万で、都心に住んでる人が、子供が大きくなって、小学校から中学行く時に私立のね、いい学校入れたいなんていう時は、やっぱり鵠沼っていうのはね、セレブな人が住んでますから。で、しかも都心のを売って例えば買い替えしてもね、いいですし。で、しかもね、土地面積が、だいたい40坪ぐらいですか、36坪からこれが結構ね、建物が広いんですよね。だからね、いいんじゃないですか。 4L ですからね、これ。子供さん2人いて夫婦でね、今回7個ってことなんで、17個のうち7個ってことは一期二次ってことですよね、これね。それでですね、あれどれどれ、あら、これ全部これになっちゃったら困ったね。こうやつか。で、もう一回戻して、あ、こっちか。でですね、ロケーションね。ロケーション見ると、こんな感じ。これが本鵠沼の。昔のね、有名なんですよ、この鵠沼ってね。セレブが住んでるんです。ちょっと川の近くかな。よくわかりませんけど。鈴木屋っていうのがあるんですけど、これね、結構有名なスーパーでね。お金持ちが買いに来るっていうとこですね、これはね。で、広域を見ると、まあ、江ノ島もあるし、藤沢が近いわけですね。辻だ、これこれこれ、ほら、藤沢の駅で、ここから東京へね、通えるし、新宿にも通えるわけですね。から、こんな感じ。で、辻堂、藤沢、ね。ここにほら、湘南白百合ってね、あの私立の有名な学校あります。それから、まあそんなことですね。まあおすすめですね。それで、ソラトリエってなんだろう。空の下の暮らしのアトリエっていうのが。こんな感じ、イメージいいですね。子供さん育てるね、いい場所ですよね。4つの外交プランっていうんだろう。これ、ワンモアカースタイルって言うと、2台置けるってことですかね。それから、アクティブマリン。あ、これはあれだ。ね。シャワーとか、ルーバーフェンス、マリンスポーツやれるってこと。からキッズガーデンスタイルと、これは子供のお遊びができるっていう。グリーンテラススタイル、これは割ともう年取った方なのかな。これはほらね、プランターとかガーデニングですから、これはあの年いった方がね、引っ越して、で特に今はこういうコロナの問題で都心よりもね、郊外に行った方がいいっていう動きもありますし、ね、外交工事も完成してるって言うんで、これいいですよね。それで、プランですかね。まあ、一戸建てですから、いろんなのあるんでしょうけども。あ、こんな感じですか。
それで一個ずつ、ディスディストレージっていうのは、こんな感じでストレージがついてますよと。ね。から大型の難度がついてますよということですか。ね、この上にシーズンストレージっていうのがあるって言うんですね。こんなかったことですか。それで、いや、これが設備ですね。エネファームって確か、夜中の間に電気を蓄えるやつじゃないですかね。ね、発電と給油と暖房機能を持つシステム。これ確か夜中に、ね、作った、エネファームでね、作ったのを使っていくっていうことでしょ。ね。これなんかね、電力会社の人が言ってましたね。すごくいいよって。まあ、詳しくは見ていただいてですね。設備。あ、こういうね、おしゃれなガラストップコンロ。食器洗いがついて。まあ、タワマンなんかと同じ感じですかね。ね、なかなか。床下収納もついてて。バスルーム。ミスティがあって、なかなかこれもねいいですね。パウダールーム、タワマンみたいな感じですかね。でシャワートイレ、 LED 照明ね、エネルックリモコンで、複層ガラスという、そういうの音がガラスするって言った断熱性があるってことですね。セキュリティ、電動シャッターだ、これ楽ですね。一回の窓はこう電動シャッターが降りるって、これ楽ですね。から人感センサーってディンプルキーでね、まあそんなこと、これおすすめですね。はい、アクセス、これまあバスがあるんじゃない、これないとね。藤沢現地から11分で本鵠沼の駅で、藤沢まで2分で、大船旅館まで23分で、川崎まで、32分、東京駅まで50分、新宿まで60分ということですね。まあ、便利。あとこれバスがね結構あって、10分の所要時間って書いてある。バス停より10分、藤原っていう場所から、ね、現地から4分歩いて藤原というバス停から10分で藤沢駅まで行くということでね。はい、これ4分ってとこがいいですね。それで、あ、それで15分おきに走ってるっていうことですね。まあ、こんなことでいかがでしょうかね。あ、現地案内図ってのもあるんですね。あ、こんな感じね。鵠沼市中学。これ、国用小学校ってですかね、わかんない。これ、鵠沼松ヶ丘って結構有名なところですよね。丸子幼稚園とか。双葉保育園、鈴木屋が有名ですよね。うん。なかなか、いやー、これは私欲しいなと思いますけどね。もう今更この年では無理ですけど。ということで今日は、久しぶりの不動産、物件シリーズ、三井の戸建てファインコート、藤沢本鵠沼、ブライトコーストっていうのを紹介いたしました。それではまた。よろしくどうぞ。